エルンスト・クルシェネク、エルンスト・クルシェネク、エルンスト・クルジェーネク、エルンスト・クレニック1900年8月23日から1991年12月22日は、ドイツやアメリカ合衆国で活躍した、オーストリア出身の作曲家、ウィーン出身。聖の、R に、ハーチークをつけた表記、クレニックでも知られるように、数世代にわたる、 チェコ系の家庭に生まれたが、生まれた時に、実家の母語はすでに、ドイツ語になっていた。このため作曲者自身は、クレニックという表記を退け、クルジェーネクという綴りと、ドイツ語風のクレネクという発音を良しとし、自分自身もそう発音していた。しかしながら、日本では、クシェネク、クジェーネク、クルシェネクとするチェコ語風の表記が普及している。ウィーン音楽アカデミーに、 フランツシュレーカーに作曲を指示。第一次世界大戦中にオーストリア帝国軍に徴兵されるが、音楽の研究を続けることを許され、ウィーンに留まり続けた。戦後にシュレーカーがベルリン高等音楽学校の校長に抜擢されると、アロイス・ハーバラと共に恩師を追って、ワイマール共和国に移り、当地でフェルッチョブゾーニやヘルマン・シェルヘンの地偶を得た。卒業後は、 ドイツ各地の歌劇場で指揮者として活躍する1960年代に自作を指揮した録音は現在 EMI より CD に復刻されている。1922年に美術家アンナ・マーラーと出会い、その母、アルマ・マーラーより、マーラーの遺構、公共曲第10番を完成させるように打診されるが、第1楽章と第3楽章の構成、改訂を行っただけ、 それより先には進まなかった。1924年にアンナと結婚するも、一年足らずで破局を迎えた。ナチス政権が発足すると、クルシェネク作品はドイツで上演禁止とされ、オーストリア共和国でもナチスの影響に干渉された。そのような中で、クルシェネクはエンゲルベルト・ドルフース率いる祖先戦に加入し、ドルフース政権の熱心な支持者となる。 1938年にアメリカ合衆国に逃れ音楽教師として活動を開始。1939年から1942年までニューヨーク州のバッサー大学で、1942年から1947年までミネソタ州セントポールのハムリン大学で無知を取った。1945年に合衆国市民権を取得し、アメリカに帰化。その後も教育界。 作曲会で第一線に立ち、門下に作曲家、音楽学者のジョージ・パールや、ロバート・エリクソンらを擁する。カリフォルニア州パーム・スプリングスにてエミン。ウィーン中央墓地に埋葬されている。クルシェネクの作品は、多種多彩である。初期作品は、オン・シュレーカーの影響下に、後期ロマン主義音楽の伝統に則っ,っている。その後は、バルトークやシンウィーン楽派に影響され、 無調による作曲に取り組むが、パリを訪れストラビンスキーやフランス6人組と、進行を結んだことから、新古典主義音楽やジャズの音楽様式に影響され、始める。ジャズに影響された1926年の歌劇、ジョニーは弾き始める、ジョニー・シュピールとアウフが、ソ連邦を含むヨーロッパ各地で演奏されると、タちマちクシェネクは1920年代の長寿となった。 この作品はナチスによって死断されたにもかかわらず、その名がオーストリアのタバコの銘柄、ジョニーにも採用されたほどの人気であった。1930年代はオーストリアに帰国すると、共にシューベルトの影響下に、ロマン主義音楽の伝統に復帰、連作歌曲集、オーストリアアルプスからの旅日記ライシバッチオースデン、オステリキシャンアルペン、1929年は、 この時期の新ロマン主義様式の代表例となっている。亡命に前後する時期に、シェーンベルク流儀の十二音技法に転向。歌劇、カール、五星カール V、1930から1933年、出版1938年は、後期様式の典型である十二音技法が完全に、用いられた最初の作である、史上初の全編十二音技法を用いた本格的な、 過劇でもある、この時点でシェーンベルクは一幕の今日から明日までしか手掛けていなかった。徒米後は、とりわけ第二次世界大戦後は、電子音楽や偶然性の音楽にも取り組んだ。このように苦しネクの作風は、生涯を通じて、特に彼が同時代を代表する作曲家として認知されていた前期の作品を中心に見た場合変化に富み、ある意味では、 ストラビンスキー以上のカメレオン作曲家と言うる。ヨーロッパ時代はヒンデミットに脂縮し、実用音楽というその理念に共鳴したにもかかわらず、新ウィーン学派に倶楽返してからは、テオドール・アドルノと共にヒンデミットを論難するようになった。このように作曲家、音楽美学者としてのクルシェネクは、伝統から前衛の間で揺れ動いた。指揮者のミトロプーロスから、 聴衆が君を忘れたのは、君が聴衆を忘れているからだと批判されたが、それは、クルシェネクの作品が理解しにくいとか聞きづらいという意味ではなく、目まぐるしい作風の転換のために、聴衆にとって正体がつかみがたいという意味であったろう。しかしながらクルシェネクの作品は、新しい作曲技法を用いた、後期作品においてさえ、自然な叙情性や、優越感が保たれており、 新ウィーン・アクの作曲家の中では、誰よりも、アルバン・ベルクに近い。後期作品のそのような特色を端的に示す、例として、無伴奏混声合唱曲集、預言者、エレミアの愛からメントテオ・ジェリマイ・プロフェータイ作品93、1941年や、グレン・グールドの演奏で、名高い、ピアノ・ソナタ第三番がある。とはいえ、校舎について作曲者自身は、グールドが、 プロコフィエフ作品のようなビルトゥオーゾ作品と解釈していると非難。正当的な解釈を後世に残すべく、ピアニストのジェフリー・ダグラス・マッチに託して、その録音を監修した。しかしながら、クルシェネクのこの目論みは、目下のところ成功したとは言い難い。日本ではドイツ語によるアドルノとの往復書監修やマーラーンが知られているに、ぎないが英語による著作業でも活躍し、 現代音楽論、現代ミュージックヒアンドナウ、1939年、ヤオケゲム論、1953年といった論文の、他、回想録、自作を語る、現代、ハー・アイゼンス・セルケルド、リフレクションス、オン・マイ・ミュージック、1974年、ユニーブ・オブ・カリフォルニア・プレス出版、ISBN0520023382 を上司した。シェン・ベルクやアドルノに比べて、 若くして亡命したため、速やかに英語に習熟し、その表現力には、グレン・グールドが折り紙をつけたほどである。ウィーン時代の橋本国彦が支持している。2005年2月4日において、バージニア・ウェアリング国際ピアノコンクールの1、部門として行われた、エルンスとクレネクコンクールの最終審査、杉山直子が2位に入賞した。チェリストの宮川優子、宮川優子。 この絵ひでまの孫はヨーロッパ留学時代からクルシェネク作品に傾倒し、その作品を公開演奏において積極的に取り上げている。ハープ競争曲とハープそなたは吉野直子の18番の一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。